ここは誰の家ですか？ここは僕の家です。はいはい。で、今日は内窓の振り付け方を、紹介していくということで、はい、実際に小川くんの家に取り付けてみようということでよろしいですね。はいはい。じゃあ引き戸をちょっと今回つけていこうと思うんですけど、はい、うん、すでにここになんか引き戸の障子か何かがあったんかな、おそらく。そうですね、昔からみたいなので、はいはい、引っ越す時にも外して外されてたんです。あ、なるほど。今回この水ちょっと埋めようかと思います。はい。で、おそらくですけど、結露か何かで結構色が違いますね。こういう形でおそらく冬場の間、暖房 と、外の換気の間で、まあ、こういうちょっと何と言うんでしょう、部分部分でおそらく結露があったんじゃないかなという想像ができます。つけてみてどうかっていうのも、今11月で、これから冬に入るけれども、その実証っていうのもしていこうかなと思います。はい、いいですかね。はいはいはい。じゃあまずは採寸ですね。この窓枠の内乗りをちょっと測っていこうと思います。まあ、外乗り測ってももう基本はしょうがないので、この内側に板をこう取り付けていこうかなという算段です。まあ、言ったら窓枠の内側にもう一個窓枠をつけてやろうという考え方になります。まあ、なぜかというと、まあ賃貸によってはここもいじってはダメですよというところもあるかと思います。まあ、釘で打たなくても両面テープでちょっとペタッと止めるような形でも十分安定すると思いますので、そういう形で、まあ、まず窓枠の内側にもう一個窓枠を作って、台はいじらないようにして、その中に窓をつけていこうというような算段でいきます。はい。コンベックスルールですね、の使い方なんですけど、ここカチャカチャいうのは決して壊れているわけではありません。このコンベックスルールの厚みっていうのが、測り方によって影響してきます。こう突き当てて測るのか、こう引っ張って測るのか、それによってこの厚み分が誤差を生むことになるので、その分がこうカチャカチャ動くような形になっています。一応、まあ、コンベックスルール、買うときには、JIS 1級のマークがついているものが工業製品としてその精度が高いというふうに考えてもらって、その JIS マークがついたものをきちんと選んでもらったらいいかなと思います。はい。じゃあ今回はこういうふうに押し当てて測るということの、ことになります。はい。じゃあまずここにポンと押し当てます。で、下を測っていきましょう。1728が今のギリギリいっぱいの数字になります。はい。では今度上の方を測りましょう。はい。で、測るときにここの中途半端なところで測るよりもきちっと上に押し当てて、で、同じ直線上に必ず持ってきてあげてください。というのはこうなったりこうなったりで斜めにすることによってまたそこで誤差が出ます。なのできちんとこの板に平行になるように押し当てて測っていきます。はい。そうすると上は1727、あ、そんな感じですかね。はい。で、今こう僕体が小さいのでこうやって測った時にそっち側がよく見えなかったりします。で、そういった時の一つの測り方を一回ちょっと見せたいと思います。普通にホームセンターで買ったような、コンベックスルールにはこういうふうに先っぽに穴が開いてます。で、これに引っ掛けて、こういう形でですね、で、止めてやってから測るといいと思います。まあ細いビスとかでも全然大丈夫だと思うんですが、でこういう形で全部止めてやってもいいですし、こういう形で引っかかっていれば OK ですね。とりあえずこの状態でビーッと伸ばしていって、で、そしたら向こうに押し当ててください。こういう形で押し当てたら安定しますんで。はい。で、この状態で測ってやると1727ですね。はい。OK です。はい。という形で、まあこの窓1ミリぐらいの誤差はあるかもしれないんですけれども、基本は、下と上の長さが同じということがよくわかりました。
じゃあ今度は、敷居と、カモイが、上下測れましたんで、今度は縦で測っていってあげようと思います。で、まあ、いろんな測り方があるんですけど、まあ、こうやって測る方が測りやすい人もいますが、基本はもう押し当てて測る方が測りやすいかと思います。こうやって上にぴったりと当てて、まっすぐ下に下ろします。そうするとですね、左側が1205ですね。では同じくこちら側。ちょっと見やすいように少しこっち側でやりますね。はい。こっちは1206。で1206。はい。ということで今ざっと測れたんですけれども、ちょっとじゃあここのメモリを少しアップしてもらいましょうか。はい。で、例えばメモリがさっき1205とか言っていたんですけれども、木工では基本は全部ミリ単位で計算します。よくこれ見て 120.5 とか、いう方もいます。なんですけれども、それで測るとすごい曖昧な時があります。今はこうやってちょっと分からなくなったらもう一回測ればいいってなるんですけれども、例えば、よくあるミスで、まあ、メートルに換算しないということですね。1メーター25とか、1メーター205なのか、そこら辺がよくごっちゃになるので、基本はもうミリ単位で計測するということで、よく覚えてください。はい。で、もう一つ、計測の仕方の基本です。コンベックスルールっていうのは僕ら木工やる人はあんまり信じてません。というのは測るときにどうしてもこうなってしまったりぴったりと合わなかったりするんですね。で、大体を測るときはこれでいいんですけれども、きちんと精度を出して測りたいときっていうときのコツを一つお伝えします。こういうまあコンベックスルールがあってもいいんですけど、もし長いこういう直尺、まあ、こういうのがなかなか一般の家にあるというのは少ないと思うんですけれども、こういうのがあったらこれを使って測っていきます。じゃあ例えばこの縦の長さをもう一回これで正確に測ってみるとすると、まず壁にピタッと押し当てます。で、この上をまずこの一つの定規の0を上に押し当てて、もう一つの定規はこの0のところを下に押し当てます。そうすると今重なっているところがここですね。ちょっと出してみると、ここまでが1メーターです。上から来たものが、200と、5ミリですね。ということで、1メーター、と205ミリを出して1205ということがわかります。コンベックスルールメジャーで測るよりも、こういうふうに金尺を使って測ってやるっていうのが一番正確な測り方になります。まあ、あまりこういうふうにいろいろ定規をたくさん持ってるという方も少ないと思うんで、なかなか一般的ではないですけれども、もし正確に測りたいという時はこういうふうに合わせて2枚の定規もしくは3枚の定規を使って測ってやるっていうのが一つの、正確な測り方になります。じゃあもう一つ、大事な要素が奥行きですね。何も奥行きを測らずに材料を買ってしまうと、ここから飛び出してしまうかもしれないと。そうすると、この上にあるカーテンレールに干渉してきたりするかもしれません。なので奥行きを、まあ、ここと面に合わせるか、もしくはちょっと引っ込める形でもいいかなと考えてます。で、じゃあ、この奥行きは今何センチかというと、85ミリですね。はい。このサッシの際から85ミリのところに、ここの、窓枠の面があるというような形になります。今度は、もしかしたら影響しそうなカーテンレールですね。ここまでの距離を一応測っておいてあげましょう。もしかするとちょっと前に出してもいいかもしれないっていうことがあるかもしれません。この窓枠よりも実際に内側の窓枠が少し前に出したらかっこいいかなということもあるかもしれません。そういう時のために一応このサッシのところからこの窓枠じゃない、カーテンレールまでの距離を測ると、102ミリですね。はい。
そしたらもう一つ重要なのは、距離が同じでも平行四辺形の形を思い浮かべてほしいんですけれども、平行四辺形でも距離は同じです。もしかしたら窓自体がこう歪んでるかもしれない、こうかもしれない、そういう形を考えて、直角を見ておきます。この差し金ですね、もう少し小さいものでも構いませんが、ある程度こういうふうに当てて測ってやります。はい、で測り方なんですけど、こういうふうにここがこの面に対して垂直じゃないとなかなか測りづらいです。こんな風に測ると結局角度が変わってしまうわけですね。なのでトンとまず置いて平行にずらしてあげてください。そうするとここがトンとつきました。はい、でこの状態でちょっとこの間、こことここの隙間を見てあげると、これだけ誤差がありますね。なので実質、ここの窓はおそらくちょっと歪んでいるかもしれないという算段をします。はい、こういう形でこの上の方が開いていると。本当に垂直ならばこれはピタッと止まっているはずが、こっちが開いているということは、この窓自体が上が開いているということはこうなっているということですね。ここの視点からこれがこっちに倒れているのでこうなっている、ということはここの上を測ると開いているので、今度このひっくり返した時に今度は上が開くはずだろうという算段になります。そういうちょっと予測ですね。ちょっと一回測ってみましょうか。このままポンとつけて近づけていきます。そうするとやはりそうですね、ここの上が今度隙間が空いてます。同じ予測で今度はこっち側を見ていきましょう。さっき、この四角がおそらくこうなっているんじゃないかというふうな話をしました。ということは今度はここの角が隙間ができるというような憶測になります。そうするとそうですね、ここもやっぱり、若干隙間が空いてますね、ここ。はい、じゃあもうほぼ確定なんですけれども、一応上を見てあげましょう。上を見てあげると今度は下の方が開くはずです。でもここは意外とぴったりですね。若干まあちょっと隙間が空いてるような感じになるんですけど、はい、というわけで、この窓はおそらく若干こういうふうに歪んでいるような形になりますね。誤差としてはそんなに大きくないんですけど、これがどれだけ精度よくピシッと90度の引き戸を作ったとしても、この窓自体がこうなっていたらどうしてもここに隙間ができてきます。というのを、補正してやる意味でも、内側にその枠ですね、窓枠を作ってやった方がいいかなというような考え方をします。で、じゃあこれどうやって誤差を補正するのって言ったら、実際にその何か板をはめるときにいろいろちょっと詰め物をしたりだとか少し削ったりだとかで若干補正をしてやるというような考え方になります。はい、ということで、だいたいこの窓の寸法、あと特徴というのが分かりました。はい、じゃあ同じようにちょっともう一個窓があるので、それもなんとなく測ってみます。はい、じゃあお邪魔しました。はい、いえいえ、ありがとうございます。ということで、一応2つの窓、ここの窓 と、もう一つ、ここの窓ですね、ワンピースのジグソーパズル。はいはい。で、一応ちょっと2つ、作ろうと思っていて、1つの窓を引き戸
て、もう一つの窓を、扉4枚の折れ戸にしようかと思います。はい。はい、ということで今日は、計測の回ということで、大体こんな感じで、正確に、情報が得れればいいかなという形です。じゃあそれに基づいてちょっと一回戻って、計算をしようかなというふうに思います。はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい。